だってさ、坂本さん、まあもちろんさ、地声今さ、全然違うから、絞り出してるから、地声もっと低いんだけど、でも、あの、地声の時でも叫び声一緒なんだよね。最高音一緒なのよ、やっぱり。だから本当に、なんか素の叫び声があんな感じなんだろうね。自分でもびっくりするもん、自分の声の高さに。ね、そうだよ。だから坂本をもしあの日常生活で見かけたいなら、坂本が変装してる時に見つけたいんだったら、あの全員脅かしていけばいいよ。全員脅かしてって、あのピャーが聞こえたら坂本に、うん、ちなみにあの脅かしてる段階で職質されて捕まっても、ほんと何の責任も負えないんで、ほんとに何の責任も負えないんで気をつけてください。クソ迷惑。いや、そうだよ。クソ迷惑だよ。普通に逮捕される。ギャンブルじゃん。ここにギャンブル要素あったか。なるほどな。逮捕ギャンブル。ワンチャン逮捕ある。確率 99% じゃん。捕まんない方が 1% じゃん。